サリベラ整骨院の小泉です。今日はこちら。チューブですね。このゴムチューブを使った野球肩に対するご自宅でできるリハビリの方法と、肩が痛くならないように予防する方法をご紹介したいと思います。特に、肩を痛めてしまって、一定期間投げないノースローの期間を取った、でまた投げたら結局また痛かったっていう方の場合に、特にこのチューブを使った方法を行ってもらえたらなと思います。というのは、そういった方の場合、多くの場合はですね、この腱板というところの筋肉が硬くなってたり弱くなってたり、動きが悪くなってたりとかっていうのが原因でなってしまう可能性が、多く見られています。そのため、ご自宅でチューブを使ったトレーニングをすることによって、ノースローを設けたとしても、肩の炎症は取れるんだけど、また投げると結局炎症を起こしてしまうということになってしまうので、肩の肩甲骨と肩関節と可動域を広げることによって、痛みが取れると、投げれる距離が遠くなっていったりだったりとか、投げるスピードが速くなったりとか、痛みが出にくくなったりとかっていう感じで変化が出ると思いますので、今日はどういうふうにそれを使うべきかを、このチューブですね、このチューブをどういうふうに使うかをご紹介したいと思います。チューブを使用するのかということになるんですけど、いろんなメーカーがいろんなチューブを出しています。で、大体ベースとして黒が一番硬い、色が濃くなってくることによって、こう強さが増すということが大体チューブの場合は多いです。で、うちで使っているものに対してはこういう感じで、強度が、これが一番強いですね。で、これが一番弱いっていう感じで、ライトと柔らかくなってますねっていう感じで、こう表記されていたりとかします。で、今現在肩を投げたら痛いという方は、この一番軽いやつか、その次ですね、一番軽いのか、その次かをおすすめします。で、特に肩に違和感はない、肩に対して予防していきたい、肩の筋肉を強くしていきたいという方の場合は、一番上ではなくて、その一個下かもう一個下というところをうちではお勧めしています。では実際にどういうふうにトレーニングをするのかというところになるんですけども、ものによって、さっきご紹介したチューブもいいんですけど、チューブがついていて、ボールが先っちょに野球のボールがついていて、チューブがくっついてセットになっているようなトレーニングのツールも実際にこう Amazon とか楽天とかで売ってます。それが一番理想的かなと僕は思ってます。で、こういう感じで、なんか柱かなんかに、くくりつけてもらって、この状態でできれば野球のボールの開いたような感じでこう掴んでもらいます。で、この状態で投球フォームを行うという感じになります。ちょっと実際にやってみます。このチューブトレーニングで、何が得られるのかと言いますと、この伸びた時にこの反動が、反発力が生まれるんですね。この反発力を制御するのが、この腱板っていうところの筋肉にいっぱいついてる細かいインナーマッスルの筋肉が一番働きまして、で、この前に引っ張られる時に、この腕が飛び出ないように、骨が飛び出ないようにためにするために、こう後ろに戻る力が発揮されるんですね。そこの筋力が弱っていると、投げた時にそのまま腕が持ってかれてしまって痛くなる、あとは肩甲骨の動きも悪くなるということなので、このゴムの張力を利用してそこのトレーニング
行いますね。そのことによってこの肩甲骨の可動域だったりとか筋力が向上することによって、投げるスピードだったりとか、まあ、痛みの抑制だったりとかっていうことが可能になります。で、まあ、投げる実際のフォームをとにかく意識してやってもらいたいんですけど、この時にこれが手が開いてしまったりとかこっちにクロスしてしまったりとかっていうのはなるべく極力避けたいですね。でやっぱり開く、こういうふうに開いてしまうから開いて投げることによって肩がずっと痛いっていう方がその投球フォームの中で多く見られやすいので、まあ、ご自身でできればまあ、携帯で動画なんか簡単に撮れると思いますのでこれを使って、まあ、投球フォームの確認とあとはまあ肩の筋力アップですね。中のそんなにこう肩自体にこう負担は感じないと思います。すごく肩を張ってくるような感覚とかっていうのはほぼほぼないと思いますので、そういう感覚よりもしっかりフォームを作ってあげることとこうしっかりこう止めてあげる、こう投げた時にこう止めるっていうことによってこの筋肉が使われますから、このチューブを使って、やることでそのこう細かい筋肉だったりとか実際野球にこうより実践に近いような形で、練習ができると。チューブトレーニング自体もこういろいろ引っ張ってこっちに引っ張ってあっちに引っ張ってっていう風に、インナーマッスルのトレーニングとしては結構有効的に使えるものだと思うんですけども、より実践的により野球の運動に近いような形でやるとしたらこういった形で、まあ、ゴムのチューブを、ですね、先っちょにこういう感じですねつけていただいて、で何か、まあ、紐でも何でもいいと思います。こういううちはこういうものを使っているんですけど、まあ、紐でも何でもいいので、まあ、くくりつけてもらってそれをまあ引っ張ると、このゴムとゴム直引っ張るのも別に悪くはないんですけど、これはちょっと張力が強くなりすぎてしまうので、できればゴムと何か紐かなんかをかましてもらって野球のボールっぽいものを持ってもらったりとかした状態でこう投げるという練習を繰り返してもらうことによって、肩の運動性はもう少し向上するんじゃないかなと思いますので、自宅でも簡単にできると思いますので実際やってみてください。このチューブにのトレーニングするときの、まあ、注意点ですね、まあ実際やってみて例えば痛みが出た場合の、まあ、別に肩が痛くない人でも肩が痛い場合の方でもこれをやったら痛かったと、例えばこの色、この黄色が一番弱いんですけどその上だったらまあ青ですね、うちだったら、緑だったりとかっていう、まあ、メーカーによって色の強度の違いはいろいろあるので、痛みが出る反力、引っ張られる強さですねっていうのはちょっと強いです。なので痛みが出ない範囲で、しっかりフォームが取れるリリースのところまで持っていけるところまで引っ張れる強さのゴムをチョイスしてもらった方がいいと思います。でやったとしても1日これをやる動作としてはまあ30回繰り返すことに繰り返せればもう十分その方のトレーニングとしては効果が得られるんではないかなと思いますので、1日30回、まあ、週に2、3回やれれば十分だと思いますっていうのを少しやってもらえると、肩が痛い方はストレスなく野球ができるようになるんじゃないかなと思いますので、試してみてください。